1988年、2016年明治時代の大天守絵はがき。広島城は、秋国秋群広島に築かれた安土桃山時代から、江戸時代の日本の城、国の史跡に指定されている。毛利輝元が、大田川川口のデルタ地帯に築いた平城で、1945年まで天守をはじめとする城郭建築が現存し点在していたが、 太平洋戦争末期にアメリカ軍の原子爆弾投下によって倒壊し、現在見られる城内の天守以下城郭建築は全て1958年以降に再建されたものである。江戸時代初頭に入城した福島正則の増築以降に城域となった外堀までの約90万平方メートルの範囲のうち現在の史跡としての広島城は、 広島市中央公園内の内堀を含む、本丸跡と二の丸跡の範囲で、広さ約12万平方メートルと、三の丸跡の一部が残る。大阪城や岡山城らとともに、初期金正城格の代表的なもので、また、名古屋城、岡山城とともに、日本三大平城に数えられる。日本百名城の一つに選定されている。江戸時代では、 西日本有数の所領となった広島藩四十二万六千国の大使朝野家十二代の居城となり、江戸時代中期に書かれた広島藩を覚えが貴重で知るところでは、五0と三0の大将天守国以下、八十八基が建てられていた。五百九十八年に毛利輝元によって創建された大天守は、九百四十五年に倒壊するまで現存天守の中では、 岡山城天守に次ぐ古式を伝えるもので外壁仕上げの下見板張りや最上階に高欄を持つ外観仕様は国宝保存放火の国宝指定の理由の一つとなった近代は日清戦争時に本丸に大本営が置かれるなど軍と広島の中心施設であったアメリカ軍による広島市への原子爆弾投下の際には破壊目標地点となり現存していた天守や矢倉 城門が倒壊した。近年の研究で、天守は原爆による爆風で吹き飛ばされたのではなく、建物の自重により自壊したことが判明している。現在の天守は、鉄筋コンクリート構造による外観復元天守である。外観復元された大天守は、歴史博物館、広島城として利用されている。公園全体は、公益財団法人広島市緑取生き物協会が、 博物館は公益財団法人広島市文化財団が指定管理者として広島五国神社は道神社、堀は広島市がそれぞれ管理している。本丸跡、二の丸跡以外は都市開発により上跡の面影はなく上市公園域以外で確認できる意向は広島高等裁判所敷地内にある中堀ドル跡と 空床橋東詰南側の櫓台石垣程度である。別称は、恋城。広島城があった一帯は昔、恋裏と呼ばれ、広島市西区恋の地名は、演起式で川崎名とされる前は、恋であったと言われていることから、この名がついた。一説には堀に、たくさんの恋がいたからとも、天守が黒いからとも言われる。その他、在魔城、一、東馬城の別称がある。 現存する資料の中で、古以上の名前が使われた、最も古い資料は、江戸時代後期に、半寿雷一案が読んだ漢詩、有刀工の一節工人世ゆびり漁場、雷一案、有刀工、である。由来については、江戸時代に書かれた資料はなく、現在一般的に知られる由来は、明治時代以降の資料からである。よって一部では、古以上の由来は、明治期に考えられたと唱えるものもいる。 2003年、中区八丁堀の国土交通省中国地方整備局大高和河川事務所での発掘作業で、恋の金箔瓦が一点出土している。金箔が施されていることから、毛利市時代のものと推定されているが、天守と関係あるものかは不明。恋城通り、恋城会館、恋城高校、恋城グループなど、市内中心部にある施設に恋城を冠した名前の、 ものが多い。また、小以上から、広島東洋カープのチーム名が付けられた。ちなみに、カープが、毎年シーズン前に、必勝祈願へ訪れる広島五国神社は、この城市公園内にある。吉田郡山城跡の園系、毛利輝元この地は、大高橋も流域にあたり、上流から堆積した土砂が三角州を形成し、中世には、小島やサスに小規模な集落が点在していた。 上級の乱以降、その先行により秋国守護に命じられた武田氏により、統治は収められていたが、戦国時代になると、毛利元就が武田氏を滅ぼし、津久島の戦いで、当地に勝利したことにより、以降統治は毛利氏によって支配されることになる。それまでの毛利氏の居城である、吉田軍山城は、天腰の大軍を撃退した経験を持つ堅固な山城であり、また山人。 山陽を結ぶ場所に位置するため、領土の争奪戦を伴う、戦国時代の毛利氏には適していた。だが、元成の孫、毛利輝元の時代、天正末期になり、天下が安定する頃になると、それまでの防護を主目的とした城づくりから、城を権力の中心として、シンボル化しその周りを城下町として整備し城国の政務、商業の中心地として発展させる。 金星城閣建築の時代になる。中国地方9カ国112万国の大主であった、毛利氏にとって、山間部の山城である、吉田軍山城は、政務及び商業ともに、手狭なものとなり始めた。そこで、海上交易路である、瀬戸内の水運が活かせ、城下町の形成が可能な平野がある海沿いへ拠点を、移すことを考え始めた。1588年、 テ本は、豊臣秀吉の招きに応じて、小早川高景や吉川広江らと上洛し、大阪城や樹落台を訪れ金星城閣の重要性を痛感し、新しい城を作ることを決意したと言われている。一説には、永禄年間のテ本の祖父である元成の頃から、現在の広島の平野部への築城構想をあったと言う。中国国分も参照広島城。 吉田郡山城大阪城樹落大名古屋城1589年2月、照本は、現地調査のため、吉田郡山を出発し、明城陰山、新山、恋松山の3カ所に上り大高橋も流域を、検知した結果、最も広い島地である五花村に築城することに決めた。1589年4月15日加え嬉しき、ホイタモと二宮おさむを、 不審奉行として、築城が開始された。城の構造は、大阪城を参考として、縄張りは、樹楽台に藩を取っていると言われ、縄張りの市案には、秀吉の側近で、築城の名手である黒田助水が参加している。助水が築城に絡んだ理由として、以下のことが現在語られている。黒田助水、島武信と言われる、 川の中洲の埋め立てと堀の春節が初段の大工事で困難が予想されたが照本自身が意欲的に進めた。1590年末、堀と上塁が竣工したことから、1591年1月8日に照本は入場した。1592年4月、文禄の役を指揮するため名古屋城へ向かう、途中の秀吉がここへ立ち寄って城内を見物している。 1593年一種垣が完成、1599年に全工事が完了し落成した。なお、広島という名はこの頃に付けられたと言われている。福島正則完成当初は、堀は三重に巡らされ舞出しを多数備える、実践的な城構えで、当時の大阪城に匹敵する規模の城だったと言われるが、関ヶ原の戦いで減報されて、広島を去った。 毛利リー・テルモトに代わって、1600年上手となった福島正則による改築があり、追記当時の広島城が、どのような姿であったかについての詳細は不明。3である。広島藩も参照を福島市時代。あの州を、雇い入れ、毛利市時代に不十分だった城の整備及び、城下町づくりが本格的に行われた。外郭が整備され、内堀、中堀、 外堀のある約1キロメートル四方の広大な城となったのはこの頃である。二葉の里付近から城の北側を通っていた西国街道を城下の南側を通るように付け替えるとともに雲石街道を整備、4したと言われ町人町が拡大した。この大規模な城整備と城下町づくりは徳川家康を怒らせ、1六百九年生息は謹慎を言い渡されている。 さらに、1619年、生息は洪水による被害の修復を、幕府から武家諸派等を破った、無届け改築ととがめられ、改役され、品の国川中島へ転放された。浅野長明道1619年8月8日、浅野長明、後入場以降は、浅野市の居城となり、明治時代に至るまで12代、約250年間続いた。 武家書ハットの縛りがあるため容易に回収できないことから広島城の回収は福島市の段階で完了していたと考えられていたが近年の調査で一部の櫓大石垣は朝野市時代に構築されたと判明している。朝野市時代には白武神はほぼ行われなかったが大規模な干拓事業は引き続き行われ約250年間で当初の域より5から6倍規模にまで広がった。 また、洪水にたびたび悩まされており、洪水被害や、それを修復した記録が多数残っている。地震の被害にもあっており、1624年、秋国を震源地とした地震では、石垣や多門、矢倉、兵などが崩壊したことを最初に、移行数度地震災害の記録が残っている。1864年第一次徴収政党の際、徳川吉勝を総督とする、 幕府軍の本営となる。この際、吉勝によって撮影された幕末の広島城の写真が現在、徳川臨生史研究所に残る。母親戦争になると、広島藩は官軍として戦ったため、城に被害はなかった。つまり、追記から江戸時代の間、この城は戦の舞台にはならなかったことになる。明治期の広島近代、後に、 第五師団司令部、大本営になる。左上に、広島城天守が見える。広島大本営。左隅は、証券皇太后御座所。左上に、広島城天守が見える。陽人市延べ一、広島県五安着の図。中央が、明治天皇、右に、広島城。1871年7月14日、廃藩地県浅野市による、 反省体制は終わりを告げ、広島県が発足し、本丸に広島県庁舎が設置された。同年12月、本丸に鎮税賃代第一分営が置かれると、県庁舎は三の丸に移転した。1873年1月、広島賃代が正式に発足し、以降広島城には大日本帝国陸軍の施設が建てられるようになる。1873年3月、 三の丸に兵営が置かれると、県庁舎は国体寺へ移っていった。1875年4月不評第11連帯、設置、同年6月西連兵場設置。一方で、解体や火事により、江戸時代の建物は失われており、特に1874年、本丸及び二の丸で起こった火災では、本丸御殿が全焼した。1887年、 広島の海基地ということから、旧城閣内である、この地を正式に、元町と名付けられたと言われている。1888年5月、広島近代は、第五師団に改編されると、本格的に軍としての機能を拡大させ、広島市は、軍都として、近代都市へと発展していった。当時は、元町全域が、軍用地であった。1894年7月、 日清戦争が勃発するときうちに、広島大本営が設置される。同年9月15日から1895年4月27日まで、明治天皇は、広島に行行した。これに伴い第7回帝国議会も、広島で召集され、短期間ながら臨時首都として機能した。なお、大本営解散の後は、史跡明治278年戦役広島大本営。 として保存されていた。当時、従軍記者として訪れた、正岡式は一句残している。春行や白荒春る松の上、正岡式、1897年4月、広島陸軍地方幼年学校が城内に設置される。日清戦争及び日露戦争以降、広島市は爆発的に人口増加していき、その中で広島城の堀の悪臭が目立つようになる。 そこで明治40年代になる年により外堀や城下町時代の運河として使われていた斎藤川や平田谷川の埋め立てが始まり、1911年11月、外堀埋め立て完了、1912年斎藤川埋め立て完了、1915年平田谷川埋め立て完了した。その埋め立てられた土地には、九9十二年から九9十八年にかけて、 道路や広島電気軌道が整備されると、旧外堀の一部は繁華街となっていった。その中で、広島城の歴史的価値を見出され、1926年10月、大本営跡が史跡指定。それまで、軍の敷地であったことから立ち入り禁止だったが、1928年天守の一般開放が開始されている。1931年1月天守が、 国宝保存法の国宝に指定される。メディアを再生する、被爆後、広島市への原子爆弾投下も、参照太平洋戦争末期には、本土決戦に備え、1945年4月第2、総軍司令部が二洋三六の東連平城をそばに、あった元騎兵第五連隊兵舎に置かれた。さらに、同年6月には、広島市管区司令部が、 中国軍艦区司令部に改編され、本丸に司令部を置き、本丸の南端で内堀の石垣に沿って、シェルター化した防空作戦室を建設した。また、太平洋戦争末期まで、天守、闘争倉、裏御門の一部、中見門、兵庫門、二の丸の平矢倉、多門矢倉、太鼓倉など、江戸時代からの建物が残っていた。ただこれらの施設には、 軍の重要書類が多数積み込まれていた。市内には高いビルが建設されていたが、まだこの当時は天守を市内のどこからでも見ることができた。また軍施設ということから一般人の立ち入りは許可されていなかったが、司令部では学徒動員で七三高等女学校生徒6が働き、臨時ニュースを放送するときのために NHK 広島放送局アナウンサーが 待機していた。1945年8月6日午前8時15分、アメリカ軍による広島市への原子爆弾投下。軍事施設が集中していたことから破壊目標となった。ここは爆心地からほぼ1キロメートル離れたところに位置した。建物が爆風により一瞬にして倒壊、火災により消失している。なお天守は爆風や火災によるものではなく、 自回している。樹木は根こそぎ引き抜かれたものや真ん中から裂けたり折れたりしたものが多数だった。兵士は食事中あるいは朝礼最中のことで彼らは軽々と吹き飛び、あるものは即死、またあるものは倒壊した建物により圧死した。生き残ったものはほぼ北7へ逃げている。中国軍管区司令官藤井洋子陸軍中将は 西連平城南西端にあった庁舎で被爆しそこで死んでいる。当時ここ一帯には約1万人の兵士がいたが建物と共にすべての部隊は壊滅した。唯一倒壊せず原型をとどめていた建物が防空作戦室だった。ここから被爆の第一歩を通信している。火災が収まると逃げ切れなかったものを手当てするため城内に臨時救護所が設けられたが、 薬品不足など十分な医療行為が行えない事情からそのまま死んでいくものも多かった。翌8月7日、松村秀一中国軍艦区参謀長による指揮の下防空作戦出前にテントを設け、軍の再建を図ることになった。8月15日終戦。8月16日、停戦及び復員命令が下され、9月から11月にかけて、 各部隊は解散した。中国軍管区は11月末に一旦解散後、第一福音省中国福音管理部として再編された。1974年、門や矢倉がなく、まだ植樹も少ないとわかる。周辺は再開発しているが、南側の一部にバラックと思われる建物が乱立しているのも見える。戦後、西連平城で、 中国からの引き上げ者が開墾し始めた。1948年になるとそこに市営の住居が建っており、1949年には川沿いにバラックが立ち始め、後に原爆スラムが形成される。観光庁の庁舎も立ち始め、広島児童文化会館建設が決まるなど、周囲は再開発されていった。ただ、本丸及び二の丸は、 用途の決まらないまま放置され、草むらと化していた。市民の中では当初、内堀を埋め立て平地にし再開発を唱える者も,もいた。平和運動の一環として、長田新旧生広島分離大学教授を中心に、本丸に自由の女神のレプリカを建てる運動も起こった。市や市議会は大本営アートを原爆記念保存物に選ぶなど被爆により荒廃した広島で新たな。 観光の目玉を欲していたことから、天守再建を望んだが、文化財関係者は、被爆により、廃墟になった現状こそ、価値があると再建反対に回った。なお、被爆数年後の本丸の映像は1952年公開の、新道兼都監督、原爆の子で見ることができる。1951年、広島国体に合わせて、木造仮設天守閣が作られる。 地元市中国新聞は以下の報道をしている。あの水都の象徴であった小以上が原爆以来5年目に再び出現、広島市民の教習を呼び起こしている。1951年3月13日付、中国新聞国体終了後に解体されたが、後の天守再建の機運へとつながった。1953年3月31日、定石が 国の史跡に指定されると、天守再建の機運が高まった。戦後の高度経済成長の中で、1958年、市政70周年を迎えるにあたり広島復興、大博覧会開催が決まり、広島平和記念資料館会館と共に博覧会の目玉として、天守再建が決定した。これには、渡辺忠雄市長と市側の復元への強い思いが大きく採用した。 1957年10月20日着工、翌1958年3月26日、竣工同年6月1日、広島上京土管が開館した。また、この時期に、広島五国神社が、本丸に移転再建し、中堀も埋め立てられ内堀だけとなった。築城400周年、市政100周年を迎えたことにより改修を行い、 1989年から1994年にかけて二の丸の復元や堀の浄化作業が行われ、博物館も展示内容を見直されている。2006年4月6日、日本百名城に選定された、天守閣展望からのパノラマ撮影。左が東北東方向、右が南方向に当たる。左に、 広島市立白島小学校や中国放送、広島高等裁判所が見える。商法上絵図、秋国広等、木所絵図。広島藩に関する絵地図のうち、最も信頼性の高い地図。当時を再現した模型。総構も、三照藩生時代の広島城は、福島正則が輪郭式平城として整備したものであり、内堀、中堀、外堀のある。 1> 約1トル四方の広さ約90万平方メートルの規模があった。広島城を中心とした絵地図では東西南北を基準に整備されているように書かれているが、蒸気空中写真及び左絵地図の東西南北表記でもわかる通り実際には約18度時計回り方向に傾いている。その理由について書かれた文献はなく、 当時の本川と京橋川、そして城北川に囲まれていた地形的制約から配置が決まったものと推定されている。広島藩を覚えが基調によるそれぞれの狂わの規模は以下の通り。二の丸は前出しと呼ばれる狂わで、広島城の特徴の一つである。毛利氏による追記当初は存在せず後の改修により作られたもので、五百九十八年から1六百年の 間に作られたと考えられている。外堀は南端が今の愛よ通り、北端はほぼ上北通り、東端が白島通りの一本西側の道路のさらに内側の敷地にあたり、北側の一部が白島通りに一致し、本側を西側の外堀と位置づけていた。また生息は、ここより西の大名からの攻撃を想定し、特に西側を増強している。それは、 本川沿いの矢倉数や西側の前橋でうかがい知ることができる。さらに、本川を挟んだ西側には、城の防衛目的で町割りに、本願寺広島別院などの寺を集中させ、寺町を作っている。八丁堀西交差点にある、広島城八丁堀外堀屋と、石碑広島市には、城が由来の地名が残っている。八丁堀、八 八げ堀などの地名は堀があった名残である。八丁堀の京口門バス停留所は、城から東方向へ向かう門があった場所にある。本通りは、毛利市による城下町整備の際にできた通りである。大手町通り北端、現在の神谷町西交差点あたりに、大手門があった。鬼門にあたる双葉山には、藩主の加護により多くの神社仏閣が建てられ、明星院。 広島島将軍や新月神社、尾長天満宮、国前寺、などが置かれた。上記の通り地形的制約から、縄張りが決まったと推定されていることから、詩人総王は曖昧で、裏鬼門を、濃い松山や五福島など諸説唱える者がいる。なお、天守正面から見て、二の島の秋将富士がやや左手に見えていた。五福島神社大鳥居。 それぞれの支柱下に45から60センチメートルの松食いを約100本打ち込まれている。本川橋橋脚。水面下の根固めの石組みが毛利氏時代の島武神によるものと言われている。出家園。島武神とは現在でいう地盤改良と堀の春節、築堤工事のことを指す。当地は大高橋森有域三角州の定地にあり。 低湿地帯の砂地上に白を築くために、千本杭と呼ばれる木杭を砂地盤に打ち込んだ上に基礎を築いた広報が採用されたと伝えられてきた。ただ近年の発掘ではその証拠が見つかっていないことから実際に行われたか否定的な意見を唱える者も,もいる。ちなみに、この千本杭は、五福島神社、大鳥居の基礎に用いられている。上司公園以外で、 当時の島武神で現存しているものとしては、旧大田川の本川橋橋橋脚,脚下の石組みが著名である。北側の外堀が、その他の外堀と違って蛇行しているのは川をせき止めて、整備されたためである。毛利寺元による、追記当時その川は、上北川と呼ばれており、城の北側にあたる、現在の白島地区は、追記以前は、箱島と呼ばれる島であった。 毛利氏の次に入場した福島正則は、上北川が洪水で氾濫した場合、上下に深刻な被害を与えると判断し、治水対策も含めて川を外堀として再整備し、東側は完全に関止め西側は堀の取水口として門を設けたとされている。ちなみに、福島市の次の広島藩主である、 浅野長明は入場翌年となる1620年、城北川東側の関止めた地点つまり、九条北川と京橋側の合流点付近に、出径園を増援している。浅野市が支配した250年間で洪水にたびたび悩まされており、洪水被害や、それを修復した記録が多数残っている。その対策として、河川の堤防を高くしたり、川水の流れを抑制する。 石垣の設置、水害防御目的で植林したり、川の浚渫を行っている。その中でも得意な政策として、当時中国産地でたたら製鉄が盛んであったが、堀が埋まるのを防ぐためとして、大高和流域での神奈流しが一切許可しなかった。戦前から同地に立っている福屋、八丁堀本店本館は、あいお通りに面して平行ではなく少しずれた状況で立っている。 これは外堀を埋め立てた際に整備された当時のあいおい通りに対して平行に建てられたためで戦後にあいおい通りを整備した際にずれる形となった。つまり福屋本館は広島城の外堀に対して平行に立っていることになる。被爆前、米軍撮影。被爆後、米軍撮影。福屋本館。手前があいおい通り。八丁堀周辺。 横断する道路が相追通りで、左から2番目の縦断する道路が旧白島通り。旧外堀は南端が相追通りで、東端が旧白島通りの左側の敷地にあたる。ちなみに、八丁堀の由来となった東の外堀はここである。なお現在の白島通りは、その一本右側の道路で戦前は京福院で相追通りで突き当たっており中央通りは、 存在しなかった。これは、上の、秋国広と、木所絵図でも確認できる。被爆数年前の広島城大天守、東商天守の後、手前は、初代大天守の祖先を移設したもの南商天守の石垣、天守も、参照初代、編集1592年4月、文録の役に参加した、日立坂消家神の平塚滝春は、 名古屋城に向かう際に、休憩のため立ち寄った、広島城の天守や石垣を見て、見事なることも、おースに及ばずこうと書簡に残している、ことから、天守はこの年以前に建てられたものと考えられている。このソースは2012年に発見されたことで、同時期に、文禄の役を指揮するため名古屋城へ向かう途中で、立ち寄った、豊臣秀吉はこの天守に登って見物したことが、追認された。 連結式と呼ばれるもので特に複合連結式とも、い、e、5 0の大天守から渡り倉で南と東に2つの三重小天守を連結するものであった。大天守の高さは、広島藩を覚えが基調によると、17万6尺あった。暴露型でクロールし塗りの下見板が張られた壁面は、豊臣秀吉の大阪城天守を模したとも言われ、屋根には、 金箔押しの軒瓦や鬼瓦が吹かれていた。その一方で内部は天井も張られずに丸太の量がむき出しであった。藩政時代において天守はほぼ物置として使われており、追記から江戸時代の間この城自体は戦場にはなっておらず、戦中は旧陸軍の重要書類が多数積み込まれていたことから終始倉庫として利用されていたことになる。 1837年以降、経緯は定かではないが商店主は撤去され、店主群は大店主と付属する一部の渡り櫓が残った。1958年現在の大店主入り口前、広場が南の商店主と渡り櫓の後にあたり、東の商店主台には基礎が残っている。1931年、他の現存する建造物と共に、 国宝保存法の国宝に指定されていたが、1945年のアメリカ軍による原子爆弾投下の影響によって倒壊した。倒壊の様子について、原子爆弾投下の際には爆発時の熱戦に耐えたものの、その直後の爆風による衝撃波と圧力により、下部2層が上部の重さに耐えきれず倒壊、間もなく上部3層も崩落し、 大量の建材が天守台や北東の堀に散乱したということが近年の研究で判明、倒壊後はしばらくそのまま放置されていた。建材のその後に関しては定かではないが、生活に困窮した市民が使用したという証言がある。他、被爆者を救済するため、瀬戸内海の製塩業者に建材と使用を広島市が交換したとも言う。このことは、 広島原爆戦災史など、市の公式資料には一切記されていない。二代目、編集1951年、広島国体開催に合わせて、仮設の木造天守閣が建てられた。天守を博物館として利用し始めたのは、この頃からである。夜はライトアップされ、アトラクションとして、天守の周りをスイッチバックレールウェイが設置された。春工時期は不明である。 大型台風のルース台風にも耐えたが、国体終了とともに取り壊された。三代目編集現在の大天守は1958年に広島復興大博覧会が開催された際、外観復元された。各階層の高さは、右表の通り。後期は5ヶ月。総事業費、約3、600万円。志向は、藤田組。外観の仕上げは、 宮大工が務めた。再建するにあたり、以下の方針が取られた。火災対策のため、木造から SRC 作りに変更している。自長増加のため天守台を補強することになり、モルタルグラウトによりクレーシを固めた。瓦を復元する際には、堀に沈んだものを探したり、古い広島城のものを新聞紙面上で募集するなどしている。最上階の実を木造での復元としたり、 かけ魚の形状を古写真に基づくものではなく、創建当初のものを想定するなど初代店主の忠実復元を試みていた一方で、窓の衣装について、本来、突上窓であるものを、連合窓として復元したり、南廊下の1階2階に窓を新たに開けるなど、戦災以前の外観とは異なる部分が指摘されている。本丸の CG。藩主が生活指定務を行った本丸御殿は、 本丸上段つまり本丸の北大部分を占める場所に一致した。上記の通り、1874年、本丸及び二の丸での火災により全焼したことから、現存はしていない。跡地には第二本帝国陸軍関連から、広島大本営が建てられたが、それらも被爆により、全焼している。1996年から始まった本丸発掘調査により、 基礎石などが発見されているが、それらは露出させず埋め戻している。絵図が数枚残っていることから、模型資料などで復元されている。余談だが、江戸藩邸の上屋敷の方は当時霞が関にあり、歌川広重、名所江戸百景、春の部に霞が関に描かれている。左から、表古門、平櫓、多門櫓、太鼓櫓。外閣櫓大跡。 矢倉も三照反省時代における広島城の特徴として広さ約90万平方メートルの広大な城域を取り囲むように88基の矢倉が置かれたことが挙げられる。広島藩を覚えが基調による各クルワの櫓奇数は本丸23基、二の丸5基、三の丸17基、外角43基。蒸気の通り特に西側を増強し、 本川に沿って11基もの櫓が二重に建てられその間を平で結ばれている。1624年の地震、1854年安政内海地震の際に櫓が崩れた記録が残っている。明治以降になりこれらは取り壊されたことと被爆により江戸時代以前から現存する櫓は存在していない。ほとんどの櫓の位置は現在不明であるが、 近年の発掘調査によりいくつか判明している。二の丸の平櫓、多門櫓、太鼓櫓及び兵庫門は1989年から行われた改修の際に再建されたものである。執行は砂原組。これらはつながっており、全部の櫓内部を見学できる。上司公園以外で矢倉の位置がわかるものとして、 本川左岸側の空小橋東爪南側にある外郭櫓屋とのステイシー港がある。1979年に広島県教育委員会が発掘調査し、国印が入った石垣が発見されている。被爆前被爆後被爆前後の本丸及び二の丸。米軍撮影。本丸中央が旧大本営。本丸左下の三つ並ぶ建物が、 第五師団司令部で被爆当時は中国軍管区司令部。この時点で中堀は空堀になっているとわかる。広島大本営を参照1589年8月、毛利テ元は家来に堀の工事と石材の収集を命令したと伝えられている。石材のほとんどは緻密で硬いことから加工岩が用いられている。 瀬戸内海は良質な河口岩の産地が多いことから、主に沿岸部から運び込まれており、近年の調査で黄金山や江場山、倉橋島、八代島などの島々からも運び込まれたと判明している。本丸北東付近、本丸上段東端の不規則に積まれた状態で、途切れている石垣は、福島正則の海域騒動を史実的に裏付けるものと考えられている。 生息が解役される少し前に、幕府は一度条件付きで生息を許している。その条件の一つに集築した石垣の破壊が盛り込まれていた。この部分は、生息が破壊した石垣の境界部分と考えられている。広島市への原子爆弾投下の際に、内堀の一部石垣が崩れていることが、米軍の空中写真によりわかる。 兵庫門や中見角にある石垣の一部に焦げたような跡があるのは被爆により発生した火災によるものである。周辺の都市開発や発掘調査により出土した旧堀の石垣の一部は別の場所で再構築されモニュメント化されている。また、城市公園付近の地下道や神谷町車両の一部では出土した石垣を内装版として再利用している。 上記の通り、明治期に、外堀が、戦後昭和30年代までに、中堀が埋め立てられ、現在は、内堀のみが残る形である。上谷町、八丁堀周辺の歩道に、外堀があったことを示す石碑が立っている。1970年代以降、基本振動、1994年アジア競技、大会会場整備、広島高速交通広島新交通1号線、 神谷町車両など周辺の土地開発工事の際に発掘作業が同時に行われており断片的ではあるが堀の詳細が判明、急している。戦後、外堀中堀と埋め立てられたせいで内堀は循環機能を失ったため池となり、さらに周辺の都市開発の影響により地下水位が低下したことから内堀は枯れ始め不栄養化も目立つようになる。 様々な対策が行われたが、アジア大会開催を機に抜本的な対策が取られることになった。それは、旧大田川から川水を取水し、内堀まで導水、循環させ、再び本川へ流出する導水路及び流水路の建設工事で、建設省と広島市による共同事業となった。現在、城市公園西側の広島市、 中央公園芝生広場内に流れる日本の堀川は水路の地表部分である。またこれらシるべ、流水路及び内堀は一級河川級大田川を本流とする巡洋河川に指定されている。金社地も参照2009年3月、広島市中区上八丁堀の広島地方合同庁舎5号館建設による全調査の際に金社地瓦が一体発見された。 発見された場所は、本丸から見て、東側の中堀と外堀の間に位置していた武家屋敷にあたり、井戸跡の底に大量の瓦と共に埋まっていた。ほぼ完全な状態での金シャ地瓦湿度は、国内発で、さらに、日本でも古い武類院のシャ地瓦にあたることから、寒品として、現存最古の金シャ地瓦である。発見された、珍しい瓦は、以下の通り、これらは、 水記当時の毛利氏時代のものと推定され、地下水に浸っていたため腐食しなかったと考えられている。現在のシャチ瓦、金箔瓦が作られた当時の豊臣政権下において、この瓦は権威の象徴とみなされ設置は、秀吉の許可が必要だった。また、豊臣政権下でのこの瓦は、朝鮮や民からの使者に、日本の映画を見せつけることを主目的としたため、 同時代に築城した北部九州から大阪にかけての城でいくつか出土例があり、県内では五福島神社でも出土している。井戸跡に埋められていた理由について、三浦正幸広島大学教授は、毛利輝元が傍聴二国に違法された後に、広島城に入った福島正則が本丸屋グラモンから取り外し、城主交代を広く知らしめるために、 儀式的な意味で丁重に井戸に沈めて埋能したのではないかと推測した。これは、これら瓦が井戸の中で雑に登記されていたのではなく、丁寧に積み重なる状況だったことも根拠の一つである。中国軍管区司令部アート。1993年、広島市は爆心地から5キロメートル以内に位置する被爆建造物を洗い直し、それぞれ被爆建物、被爆樹木、 被爆橋梁大帳に登録した。以下、城市公園内にある、被爆遺構を列挙する。被爆建物被爆樹木江戸時代末期、城外からの目隠しとして、内堀の際に、松や杉、雑木が多数植えられていた。その後も生き続けていたが、被爆によりそのほとんどが、倒壊した。2012年現在、被爆後も生き続けている、被爆樹木が3本ある。 その他以下、被爆建物台帳に記載されていない、被爆遺構である。高神社の宝蔵あぜくら作りだが、他に、例の少ない四角形に近い断面六角形の講義を使用している。上記の通り、近代は軍用地として拡張し、被爆により建物全開、戦後は都市開発により、反省時代の面影を残すものは、極めて少ない。 ただ明治期に移築した旧広島城の建物はいくつか現存している。高神社、高神社を山照秋群府中町にある神社で、もともとは三の丸にあった稲荷社が1874年に移築されたもの。その後火災により消失し、宝蔵のみが現在旧広島城時代の建物としては唯一のものとなっている。1954年、高神社宝造が、 広島県重要文化財に指定された、学問所2010年、広島城の土蔵、解体前別の角度より学問所は、江戸時代後期に三の丸に存在し、跡地は現在広島高等裁判所の敷地として利用されている。1725年に、広島藩主、浅野吉永が、工学所として開校した犯行が前身であり、1782年2月学問所、 開校、1870年8月移転し、現在は修道学園として存続している。以下は学問所関連の移行である。上記以外では以下の施設がある。広島復興大博覧会開催に合わせ外観、復元された天守を利用して1958年に前身となった広島城郷土館が設置された。郷土館は広島城の他に広島の歴史、 民族、自然史などに関する資料を展示した博物館であったが、1989年に改装と展示物の入れ替えを行い、現在は博物館、広島城として開館している。内部は5層のうち1階から3階は常設展示、4階は企画展示、5階は展望室となっている。常設展示は広島城の成立と役割。 城下町広島の暮らしと文化をテーマとしており、甲冑、刀剣等も展示されている。また、歴史と広島城に関する企画展示も実施されている。休館日、年末年始のみ入場料、一般、360円、小、中、高校生、180円、内は30人以上の団体料金、用事は、無料駐車場なし以下は、 広島城博物館が公式に発表しているものを主に列挙する。路線バス JR 広島駅や JR 横川駅などからバスが出ている。鉄道、新交通システム自動車駐車区場が置かれた土地は当初は在管省と呼ばれた。元なりにゆかりがある朝日山神社で寺本は見分した。芸州広島五分国八州の時、 五条家屋敷割並び神社仏閣割と申ずなど、毛利氏時代の町割を書いた絵図が存在するが、これらは江戸時代に書かれたものであるため信頼性が低い。一説には毛利照本時代。性質は家康の三女正清院。当時、七三女学校は開校者付属学校で生徒の多くが高級軍人の子女であったことから入ることを許可された。北方向の牛田に、 公平第五連帯作業場があった。八丁堀は約八丁あった東表外堀にちなむ。例えば、城市公園南に位置する広島市中央定球場は中堀があった場所であり、アジア大会開催前の整備工事の際に大規模な発掘調査が行われたり、神谷庁車両は外堀があった場所であることから、その建設工事中の合間を縫って夜間に発掘調査が行われた。 所有者の祖先は、広島藩主で、藩主である浅野氏から譲り受けたと伝えられていた。出典この記事は、以下のカテゴリでも参照できます。古以上に関するカテゴリ広島城市公園に関するカテゴリありがとうございます。